ジョ。こんにちは。さあ佐藤さん、はい、いきなりですが、はい、ハッピーバレンタイン。キットカット。いらないです。いらないですか？僕ロッテなんで。いやいや、別に今ロッテ所属じゃないですか。いや、所属ですから。お菓子ぐらいダメなんですか？ロッテしか食べちゃう。僕はもう本当にロッテのお菓子とロッテのアイスしか食べないです。いいですよ、いいですよ、じゃあ私が食べるのね。ロッテ、びっくりマン、出身目をビアルタイス。いや、じゃあロッテのお菓子にすればよかったな。え、ネスレって書いてますね。そうですね。いや、なんかそこ突っ込まれると思わなかった。ロッテです。はい、まあ、まあ、嬉しいですからね。あの、電波に乗せないとこだったら、はい、すごい嬉しく食べますけど、はい、ちょっと電波乗ってみて。あ、なるほど、乗ってです。そうですね。あ、考えなかった。じゃあ私多分、はい、いや、あの、なんか、え、キットカットかよみたいなツッコミ来るかと思ったんですよ。はい、予想では。いや、なんかもうちょっとあのバレンタインっぽいのないのかよみたいなツッコミかと思ったんですよ。上行っちゃいました。ちょっと。そういうのめんどくさいだろうなと思って、バレンタインっていうのみんなでチョコレート食べましょうっていう差し入れ、私すごい気が利くでしょって言おうと思ったんですよ。はい、全然気が利かなかったですね。そうそう、あえての競合。競合。いや、それだったら競合じゃないね。はい、あるじゃないですか、はい、あのピエール・エルメとかゴディバとか、そっちの方が良かったんですね。だったら、競合じゃないじゃないですか、うん、はい、やっぱり子供を対象にして、はい、やってるロッテとしては、はい、もう大人も対象ですけど、強豪、はい、強豪ですよね。強豪ですね。そうですね。あの、で、回ってなかったらすごい喜んでたんですけど、はい、ゴディバーとか渡すとこう、あ、どうしよう、3月14日なんか考えなきゃなってなるじゃないですか。で、それは私もなんかもう、あ、いいです、いいですってなるんですよ。だからこうみんなで食べられるお菓子ってやったんですけど、あ、残念ながらなんないですね、お返し考えると。気が聞かなかったです、私。いや、すごい気が利くと思ってちょっとしたお菓子を持ってたんですよ。ああ、気が利かなかったですね。そうですね、はい、あったでしょ、もっと美味しそうなロッテのお菓子。いや、いっぱいありますよ。でしょ、いっぱいあるんですよ、もちろん。ああ、っ見えなかったですか、あの、ちょっとその時。いや、私ここに来る前に買ってきたんですよ、これ、はいはい、ちょっと焦ってて、はい、あーって言って、もう、いや、おいって言って、おいって、どのぐらいいっぱいなかったですか。いや、いっぱいあったんですけど、一番最初に見に行くのがこれだったんです。もう最初にパッて。でも、キットカットも美味しいですからね、はい、うん、持ってもいっぱい美味しいになりますよ、多分美味しいですから。キントさん食べてください。はい、ありがとうございます。キントさん食べないそうなんで、はい、はい、という余談でした。合いますけどね。はい、はい、食べてください。はい、ね、はい、次からはロッテのお菓子持ってきます。すいません、気が利かなかった。さあ、ということで、はい、今日はキャンプね、はい、なんかコメント欄にもいっぱいありましたけど、はい、あのキャンプリポートしないのかなっていう。あ、結構行ってませんでした。はい、だから、あの、だから2月、今日初めてですもんね、撮るの。いや、2月の頭に1回撮ったわけですか。はい、今日2回目ですね。もうずっとね、はい、キャンプ行きまくってたから、はい、あの、で、キャンプリポートしないのかよっていうところですけど、はい、あの、忙しすぎてできなかったです。あの、キャンプが私、あの、うん、日刊さんでしょ、はい、で、まあ日刊さんで基本的に回ってたんですけど、で、テレビ朝日の朝のグッドモーニングの、はい、あの、取材とかしたりとか、うん、あと仙台放送、はい、OX からも、はい、はい、の、 あのインタビュー取材で行ったりとか、緊張にね、で、あとは、フジテレビの仕事したりとか、はい、そんな暇じゃなかったです。流暢に YouTube やってる暇じゃなかったです、はい、忙しくて、はい、はい、でもここでは覚えてきてるんで。お、じゃあその話聞きたいですね。そうですね、はい、じゃああれですね、佐藤崎が気になった、はい、キャンプリポートっていう。お、いいですね。え、じゃあ各球団、まあ、ちょっとずつ、はい、あの、残念ながら全球団の話はしないです、はい、僕が気になったですから。ああ、そうか、気にならなかった場合しないじゃないですか、はい、そうですね、はい、気になった選手とかがいた球団の話をじゃあしてください。そうですね、はい、やっぱり、はい、ジャイアンツですかね。じゃあ、うんうん、ジャイアンツはですね、はい、あの、期待の若手選手って言ったですね、はい、山下選手はですね、はい、あの、故障のため今リハビリ中。あ、そうなんですか。見たかったけど、あ、でも、まあ、なんか、あの、
去年のウィンターリーグの時も、はい、あんまり よろしくなかったらしくて、うん、体調がね、はい、でまた1月に故障しちゃって、はい、今はなんかリハビリ中らしいんですけど、まあ、焦るっすね、この時期せっかくいい感じで来てたのでね。そうですね、うん、これからもだってオープン戦も始まって、うん、これからっていう時ですからね。そう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 、開幕に向けて、で、我らが徳島県民のね、はい、増田選手は頑張ってましたけどね、はい、あ、そうですね、いきなりヒットも打ってね、うんうん、だからまあ育成から、あいつも育成からすごいですよね。だって育成から入って、はい、結婚してるのに奥さん徳島に置いて、うん、単身赴任できて、はい、で一軍の雑感で、うん、だから今現状で言うと未来の鈴木隆弘になる可能性があるんですよね、ポジション的には、で、うん、原監督はそういうポジションもしっかり使ってチームを勝ちにいく戦略を取るんで、松田にとったら合ってますよね。あ、なるほど、まあ、ダイソーとか足のスペシャリストとして、ああ、でそうなってもっと試合を増やしていくためには打つしかないじゃないですか、はい、うん、そしたら紅白戦、はい、1打席ヒットってたんで、はい、いやすごいなと。あ、じゃあダの方のアピールも結構頑張ってた。はい、で、これはまあ日刊スポーツ のコラムっていうか評論にも書いたんですけど、はい、その時見た紅白戦が、はい、打者18人、はい、だから赤組白組で、だから打者一巡両方するまで18人中17人が初球、はい、スイングスファーストストライク、全員、え、じゃあもう振りに行くっていう、そう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 、そう、だからアウトになる、ヒットになる、はい、ファールになる、空振りする、別として、はい、ファーストストライクは全部振っていくんです。へー、だから初球ボールになったりしたくないですよ、はい、ファーストストライクのストライクゾーン来たやつはどんどん振っていくっていう、いや、これ見ててすごいなと思って、はい、それなんか原監督のまあ、方針なのか、うん、もしくは元木ヘッドの方針なのかは、はい、までは分かんないですけど、はい、多分チームとしてそういう積極的に初球から打ちに行こうっていうのを、その積極性を求められてるのかなと、うん、でそれを外国人選手も全員が体現してるんですよ、はい、何が来てもそのフルスイングの対応を取ってるっていう姿勢は、その主力組は出てなかったですけど、はい、あんまりね、うん、なんか若手に浸透してるのはなんか積極的で良かったなっていう。へー、キャッチャーとしてはその初球からこうガンガン振りに来る、積極的に来る打者だとやっぱりこう、あ、ちょっと注意しないとなる。そうなんです、嫌なんですよ、キャッチャーは初球から振ってくるやつの方が嫌なんですよ。振ってこないと、はい、まあ、要は簡単にいけるじゃないですか、はい、でも初球から振ってくるってなると、はい、初球から簡単にいけないん で、はい、でそれがボールになったりとかして、はい、結局バッター有利のカウントになってくるんですよ。だから振るバッターも何でもかんでも振りゃいいっていうわけじゃないんで、はい、そこら辺は技術を高めていかなきゃいけないですけど、はい、まあ、積極的に来るバッターの方が気使いますね。あ、なるほど、全然積極的に初球から来る感じじゃなかったのに、なんかいきなりよし今日は積極的にかってきたら、なんかちょっと不意打ちでいけるんじゃないですか。打てればね、打てれば確かにそうですね。初球から振ってきてアウトばっかりだったらこいつ楽勝やなみたいな。確かにそうですね。初球もうちょっと何でもかんでも振らないで、はい、もうちょっと打てる球絞った方がいいんじゃないのって思われる。あ、確かにそうですね、はい、でもだから打たないよね、はい、まずそうですね。まず打つのが作戦もできないですね、大前提なんですよ、はい、打っていかないとっていう。まあ、でもすごい積極性がじゃあ見えてたっていうことですね。だからそう、だからで、まあね、その宮崎で見たんですけど、はい、ジャイアンツは宮崎から那覇に移動するん で、はい、でその中でやっぱりサバイバルじゃないですか。うん、でサバイバルになった時にそこをしっかりアピールして、はい、積極性アピールしながら結果出さないと一軍の中に連れて行ってくれないですよね。うん、だそういった意味ではそのなんかこう姿勢っていうかね、はい、気持ちの分とかやりたいことも見えたし、 でもその中で結果を出していくやつがさらに上行きますよね。うん、だそういった面ではなんか練習見てて面白かったですね。へー、ジャイアンツ、はい、今年のジャイアンツはじゃあ、そうですね、うん、まだ順位発表はできないし、はい、え、順位予想どのぐらいのタイミングでするんですか。順位予想はね、はい、まあ、タイミング的にはこっちのタイミングでしますけど、はい、やっぱ出すのは開幕前夜に2日にわたってですよね、セパで。おだから20日、3月20日なんで前夜か、まあ、18、19ですよね。でも絶対日刊の記事とかにも出してますよね。そのでもそれ日刊の記事も前夜とかその日とかしか出ないんですよ、はい、あ、そんな直前でしたっけ。そう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 、下馬評みたいな、はい、で多分プロ野球ニュースとかも前夜なんで、はい、あ、じゃあそのタイミングで、そうそうそう、だ大体全部そのタイミングなんですよ、うん、それ前までに出てるやつは、はい、何日現在って載ってますか。あー、この時点でのだって日本で一番早い順位予想で取材したいんですけどって無理っちって。そんなの分からんっちって。
そう、まあ、それだったらしてもいいけど、はい、去年と一緒の順位になるけどいいですかって言ったんです。あー、まあ、オープン戦とか全部見終えてから順位予想、ね、だってひょっとしたら誰が怪我するかもね、うん、確かに嫌な言い方したら分かんないし、はい、新外国人がどんな感じかも分かんないのに、うん、なかなか難しいじゃないですか、はいはい、そういった面では分かんないですよね。そうですね、去年だって楽天2位予想しようと思ったら、はい、いきなり則本前半戦絶望ってなって、はい、それはもう4位にしますよね、結果3位だったんですけど、はい、だから間取ってね、2位と4位の間で3位だからある意味良かったですよ。そうですね、そこまで大きく外さなくてよかった。あとまあジャイアンツ流れで言ったら、はいはい、もうここでね本当は終わってもいいんですけど、はい、物足りないじゃないですか。あ、もうこんな言ってた。はい、日刊スポーツ、じゃーん、はい、オースティン連発っていう、いや、すごいですね、はい、はい、いきなりいきなりじゃないですか、はい、打たれたのジャイアンツじゃないですか、はい、高橋が、うん、打たれたんですけど、はい、最高です、打たれ方、打たれ方最高、はい、どういうことですか。え、打たしてあげてるんですよ。え、そういうことですか。そう、新外国人ってなった時に、はい、まず情報収集しなきゃいけないんですよ、はい、で、うん、袴田さんが以前、はい、あのオープン戦調子いいのになんで打てなくなるんやみたいな言ってたじゃないですか。はい、言いました、はい、でそれはなんでかっていうと、はい、全員には当てはまらないですけど、はい、多くの人は打たされてるんですよ、うん、へー、打たしてあげてるんですよ。え、じゃあ甘い球投げてるってことですか、わざと。いや、甘い球は投げないですけど、はい、どこをどう打つのかなとか、どういう対応するのかなとか、はい、ここ強いのかな、弱いのかなっていうのをもう試すんですよ。あのチャート表もありますけど、はい、うん、1打席目アウトコースの、まあ、ちょっと高め、はい、ホームランじゃないですか、うん、っていうとこうバッテリーの感じで言うと、まあ、とりあえず初球から振ってくるのかなと、ストレートをどういうタイミングするのかな、はい、まあ、とりあえずアウトコースから入っとこうか、ガボン打ちました、はい、ホームラン、うんうん、おーおーおー、反対方向とかセンターにもホームラン打てるんだと、はい、じゃあ2打席目と、うん、次やることは、はい、もうやる前から分かってたんですけど、はい、インコース打つかどうか調べるんですよ、次はね、はい、アウトコース打つ、はい、おー、こういう感じね、うん、でハイボール、はい、アウトコースを高めはまあまあ自分のスイングできるんだ、うんうん、じゃ次ちょっとインコース調べようかなと、はい、で初球にインローのストレート見逃し、はい、おー、インコース見逃したなと、うん、見えてないのかインコース、うん、で2球目胸元インコース、はい、続けた、はい、でファール、うん、あれちょっとインコースいけんじゃね、うんうんうん、で、はい、3球目、はい、多分続けたんですよね、続けて甘く入ったんですよ、はい、でファール、うん、あれってなるじゃないですか、インコースちょっといけんじゃねみたいな、うんうんうん、でまあじゃあとりあえずここ見せといて、はい、じゃあチェンジアップで三振取りに行こうか、じゃあ高め浮いて、はい、ファール、うん、おいおい高橋君低めですよと、はい、キャッチャーで、はい、甘くなったらいかれますよって、うん、低めですよって、はい、もう一球いきますよって外れてボール、はい、で、2エンド2ですよね、はい、さあさあ、もう餌巻き終わったから、うん、ドーンとインコース一発いって、うん、はいはい、詰まるか見逃し三振で OK、 ヒューン、ドーン、ホームラン、あれ、インコース持つんですかみたいな、はい、結構攻め方良かったですよ、的な、はい、じゃあ次って、はい、変化球打つかやってみよう、はい、で、初球カーブ見逃し、はい、で、2球目がフォーク、フォークが、はい、まあ、これ星は空振り、うん、で、ツーストライク、はい、おいおいおい、まっすぐだけかと、うん、変化球対応悪いんちゃうかっていうところで、はい、まあ3球目、まあ、インコース行って、まあ、高めに外れて、はい、で、はい、最後低めの変化球で、はい、落としますよ、はい、空振りしてくださいって言ったら、あのカーブについてきて、あのレフト前です。おまあ情報収集はできてるっていう最高数ことなんですね、はい、だから、はい、この打たれ方は、うん、ジャイアンツにとったら最高ですよ、はい、オープン戦他のチームもそうですけど、はい、どんどんやっていくんですよ、はい、でそれでデータが出る中で始まってどうかっていうところで、はい、それで丸裸にされたで全く打てなくなった選手も日本人も含めていっぱいいるんですよね、うん、だからオースティン選手も今はもうめちゃくちゃ期待されたじゃないですか、もうこれで、はいはいはい、いきなりすごいじゃんってなってますけど、はい、シーズン入ったらコロッと打てなくなる可能性だってあるわけです。そうそうそう、だからまたもう一回インコースガンガン投げられたりとか、はい、まあ、このインコース打ったのも左ピッチャーなんで、じゃあ右バッター、うん、右ピッチャーだったらどうなのかとかってやられたりとか、はい、低めはどうなのかとか、うん、とかっていうのをどんどんこのオープン戦期間中に各球団がの、うん、ありとあらゆることやってくるんですけど、でもそうしたらオースティンダメじゃんって思っちゃうんですか、はい、でもひょっとしたらすごい頭いいかもわかんないですよ、オースティンが、はい、この1打席目ね、うん、まあ、普通にフラットに、はい、まあそんなフラットでいくじゃないですか、オープン戦初戦ですから、はい、でバーンホームラン打ちました、
で、2打席目、インコース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 と、はい、ほうほうほう、うん、それ投げていきますねと、うん、でチェンジアップ、チェンジアップと、はい、あれ、これもう一回最後インコースで仕留めていくんじゃないのかな、はい、バンバン、バン、はい、ホームランみたいな、読んでる可能性もあるんですよね。うん、で、まっすぐまっすぐ打ったから、はい、どうせ最後は次変化球ですかね、うん、はい、カーブ、ドンみたいなね。だからひょっとしたら頭がいいかもわかんないです、はい、まだわかんないですけど、だそういったのも相手チームはこれからいろんなことを収集していかなきゃいけないんですよ。そう探らしすぎて対応できないとオープン戦首位打者が日本人も含めて打てなくなっていったりと か、 うん、だから打たされてるっていうことをね、まあ、もちろんあの抑えに行って打たれるパターンもありますけど、はい、打たされてるっていうところを考えなきゃいけないのと、あと問題なのは、はい、この時期だけ打ってるやつは危険なんですよ。はあ、バンバン打って、はい、なんでかっていうと、はい、まあ、もちろんバッターも仕上がってないですけど、はい、ピッチャーもそんな仕上がってないですし、エースクラス出てこないじゃないですか、はい、で3月の今年20日だから2週間前ぐらいから、うん、だから今年だったら3月入ってすぐぐらいからはエースが投げてくると思うんで、はい、そこら辺でオープン戦終盤で打てるかどうかも勝負です、ね。まあ、エース出てきてもこう新しい球試してみたりとか、そうそうそう、結構試しだったりしますもんね。そう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 、うん、そういった面でも、まあ、どうなるか。でもまあ頼もしいですけどね。そうですね、どうなるか。だって一気に名前覚えましたもん。そうですね、こういう選手入ったんだっていう。じゃあ何をオースティンるんですか。名前覚えたんですよね。ちょっとオースティンとしかニュースでも言ってなかったジャスティン・オースティン違う。そうそう、ジャスティン・ビーバー的 なんかタイラー・オースティンです。タイラー・オースティン、名前もかっこいい。1991年生まれ。あ、私より年下だ。28歳。何月生まれだろうな。はい、9月。あ、じゃあ私の1個下だ。はい、年下が増えてきたな。でもまあね、楽しみですよね。楽しみです、はい、なんかかっこいいし、うん、顔ですか。いや、それもやっぱり女子は見ますよ。ちょっとはちょっとはちょっとはだいぶでしょだいぶでしょ。あ、結婚してます。あ、してるんですか。狙ってないですか。そこ見てたんですか今。すごい顔見してると思ったけど何見てんだろう。狙ってないですよ。英語喋れないし。分かったですよ。あの、やったって言ってたから日本語喋れない。あの、やったにちょっとキュンできましたもん。やったって。だから、まあ、これからもっと注目したいですね。そうですね、はい、ということで、あの、このまま喋り続けるとか、はい、1時間番組になっちゃって、そうですね、はい、また次回、はいはい。